IQ にこう異常値が出てるんじゃないかというテレビ番組をやっててですね、そこでまあメンサっていう組織を知りまして、昔 IQ に異常値があるということで呼ばれたことを思い出して試験を受けに行ったんです。そしたらまあ案の定こう合格したんですけども、そこで自分が異常値があるっていうことが分かって、で翌年にですね、メンサっていうのは IQ が130以上が入れる回なんですけども、その上にですね160以上の IQ があると入れる回が、ヘリックっていう回があるんです。メンサは世界で10万人ほど会員がいるんですけども、そのヘリックっていうのは350人かな、 IQ が160以上の方が入るんです。そこにも合格しちゃったんですよ。で僕高卒なんですよ。でそのギャップが自分でも消化しきれない状態で、社会からこう、まあ、嫌なことはいろいろ、こういう人多いです。僕の近くにも同じ方が見えて、ですごく似てるんです。話長いです、うん